今回の動画は店長めちゃめちゃ力を入れて作りました。ぜひ最後までご覧ください。ソニーショップセは店長の片山です。今日紹介する商品はこちら、ソニーのミラーレス一眼カメラ α のレンズ SELP1635G。 5月27日発売の新商品の説明をしていきます。今回の動画を見たらこのレンズがいかに素晴らしいか、見終わった後はこのレンズが絶対欲しくなるような動画にしております。名称の方は FEPZ16mm35mmF4G です。 FE っていうのはフルサイズの E マウントレンズを指しております。 PZ パワーズーム搭載ということです。 16mm から 35mm 焦点距離を表しております。広角ズームレンズということがわかります。 F4 開放 F 値が F4 ということを示しています。最後の G は G レンズという意味です。よくお客様から受ける質問で、標準ズームが 24mm から 70mm、 望遠ズームが 70mm から 200mm だったら広角ズームレンズは 12mm から 24mm がいいんじゃないかと。確かにこの3つ揃えていただくのが、まあ12mm から 200mm まで全ての焦点距離が使えるレンズキットになります。広角側のレンズっていうのは風景撮影、スナップ撮影、ポートレート撮影、焦点距離 24mm のあたりをね一番よく使うんですよね。 12mm、24mm、24mm、70mm のレンズを2つ持ち出すことになります。1本だけで運用したい時には16mm から 35mm、 これだけで大丈夫なんですよね。ソニーの E マウントレンズ、このレンズで66本目のレンズになります。フルサイズ用のレンズは46本、これだけ出してるとね、同じ焦点距離のレンズっていうのが重なってきました。 16-35 ツワイスのレンズ、今回発売の 16-35G レンズ、 16-35G マスターレンズの3つがあります。お客様の使用用途に合わせてこの3つのレンズから選んでください。私たちソニーショップが販売しているソニーのレンズって言ったら、ソニーの純正レンズと言われるものになります。シグマさん、タムロンさん、レンズメーカーございます。レンズ専用メーカーさんなんで、そちらの方がいいんじゃないのって思われてる方いらっしゃると思うんですけど、ここだけは私強く説明をさせてください。ソニーの純正レンズは当然ソニーが作ってます。カメラもソニーが作ってます。特に重要なセンサー、カメラ本体に入っているエンジン、この3つをソニーが作っていることが非常にアドバンテージがあるんですよね。こちらのレンズの素晴らしいところを5つに絞って説明をしていきます。ポイント1、 16mm、35mm のズームレンズで開放 F 値が F4、 その中のレンズでしたら世界最軽量のレンズになります。以前発売してたこちらツワイスの 16mm、35mm のレンズです。大きさ小さくなってますよね。でしかも軽い。このツワイスのレンズが大きいわけではなくって、 1635G マスターのレンズと比べてみるとさらにこれだけ違います。カメラ本体レンズは小さい方がね絶対運用しやすいんですよ。想像してみてください。山登りをしています、肩にかけてます。若い時はね少々重いカメラ本体レンズでもへっちゃらなんですけど、店長年を取ってくると肩にねずっしり重みがかかるんですよね。つらい。ポイント2、高画質設計について説明していきます。レンズのねカタログやチラシに載ってるんですけど、これ MTF 曲線と言います。レンズの性能を見る上では非常に参考になる表になります。MTF 曲線の見方なんですけど、横軸の0っていうのはねレンズの真ん中を意味します。数字が増えていくに従ってレンズの外側になっていきます。縦軸はコントラスト値と書いてあるんですけど、ま、上に上がれば上がるほど解像感が増すっていう感じでいいと思います。
赤い線が表の上側にひっついたような状態がいいレンズと言われています。でもどんなレンズでも端っこ、周辺の方はグラフの線がね、下がってきます。それはもう仕方がないことなんですよね。今回の 1635G レンズはレンズの端っこまで行っても線が下がってないんですよね。前のツワイスのレンズと見比べてみてください。今回のレンズがどれだけ素晴らしいかということがわかります。作例見ていただくんですけど、ポイントとしたら真ん中あたりを見るんではなくって端っこのところもはっきりはっきり写ってる、ここが素晴らしいポイントになります。この高画質になってなおかつボディが小さい、その理由は ED 引き埋めレンズ、 ED ガラス、スーパー ED、高度引き埋めレンズ、この新しいエレメントの組み合わせで小型軽量高画質になってます。このレンズを取り扱う中で非常に役に立つのが最短焦点距離です。スペック表には 0.28 から0.24 メートルと記入してます。広角の16ミリ側でカメラのセンサー位置から28センチまで被写体に寄れるということです。それ以上近づいてしまうとフォーカスが合わない、ズームした状態で35ミリ、この状態で24センチまで被写体に近づくことができます。大きく映るでしょ。ここがいいところなんですよね。寄れるレンズっていう言い方をします。このレンズは静止画だけではなくて動画にも使っていただけれるレンズです。動画撮影時の時にフォーカスブリージングを気にされている方がいらっしゃいます。フォーカスブリージングとはこういうことです。ツワイスのレンズで撮ってみました。私と手に持った商品フォーカス合ってると思うんですけど、後ろを見ていただくと画角がちょっと変わってるでしょ。これがあるとちょっと気持ち悪いんですよね。で、今回のレンズはこちら、あんまり変わってないと思います。最近のカメラ α7IV とかはカメラ本体にブリージング補正機能がついております。ブリージング補正機能をオンにするとさらにこれだけ良くなります。ポイント3、高い操作性です。まず見ていただきたいのはインナーズームになっているということ。ズームリングを回してもレンズ伸びません。非常にここねポイント高いんですよね。レンズが伸びないということはそこに水とかホコリが入ってレンズ自体がね傷むことが少ないということ。最近ではジンバル撮影されるような方もいらっしゃいます。レンズが伸びてしまうとジンバルのバランスが崩れてしまいますんで、インナーズームは最適だと思います。パワーズームレンズの方がこのズームレバーを使ってゆっくりズームイン、ズームアウトすることができます。静止画撮影されている方はいやパワーズームのこれで動かすのはやりにくいよ、やっぱりズームリングで動かしたいよって言われる方多いと思います。ズームリングの駆動は XD リニアモーターを使ってます。非常にパワーのあるモーターでズームリングを早く回したりゆっくり回したりとかしてもこのズーミングにねついてきてくれるんですよね。あとこここだわってるところなんですけど、ズームリングの回す方向を本体の設定で変えることができます。他メーカーのカメラの場合ズームリングの操作方向が違う場合があります。そんな方でもソニーのカメラ安心して使っていただくことができます。フォーカスリング、ズームリング、絞りリング、最近ソニーお得意なんですけどこの3連リングがついております。ズームリングとフォーカスリング段がついてますんでファインダー覗いててもね、ズームリング回してるのかフォーカスリング回してるのかすごい判別しやすいと思います。以前のツワイスのレンズは径が一緒だったんでずっとファインダー覗きながら使ってるとね、今自分がどっちを回してるのかわからなくなったりもしました。 G マスターレンズの方はフォーカスリングとズームレンズの距離がちょっと離れてるんでね、これ感覚的にわかるかなと、間違えないのかなと思いました。
レンズを1本で運用しようとすると 16mm から 35mm しか、まあ、当然使えないんですけど、ソニーのカメラには超解像ズーム機能というのがあります。デジタルズームとは違って超解像ズームは画素が変わらずズームすることができます。ハイビジョン映像でしたら2倍、 35mm の2倍なんで 70mm、 4K 映像でしたら 1.5 倍、 52.5mm まで超解像ズームすることができます。撮影の幅が相当広がると思います。 35mm のところまでが広角レンズですよね。でこっから上が超解像ズームになります。素早く動かすと少しカクついてるのがわかると思います。ゆっくり動かすとこのカクつきを抑えることができます。ポイント4、スムーズで静かな高速オートフォーカス。オートフォーカスにも XD リニアモーター2機搭載をしております。素早くオートフォーカス合わせることができますし、振動も音も抑えたフォーカスの駆動が可能です。 α1 とかについている秒30コマの高速描写にも対応しております。リニアレスポンス MF、 ここ新しくついた機能なんですけど、マニュアルフォーカスでフォーカスリングを回すときに手前のレンズに今ピントを合わせております。フォーカスリングを回して奥にあるレンズにピントを合わせました。スピードを変えて手前のレンズにフォーカスを戻します。最初の位置に戻るんですよね。これはフォーカスリングを早く動かしても同じだし、ゆっくり動かしても同じ位置に戻ります。これがリニアレスポンス MF 機能になります。じゃあこれがついてないレンズの時はどうなるかっていうと、手前のレンズに今ピントが合ってます。フォーカスリングの位置がね、変わってきます。ポイント5、ボディとの連携。カメラ本体にズームレバーのついてるカメラでしたらズームの変更をしていただくことが可能なんですけど、ついてないカメラ、カメラ本体の設定でズームボタンをカスタマイズしていただくことができます。 α7-4 の場合はこのようなやり方、コントロールホイールの右と左にズームボタンをつけてみました。こういったところはね、やっぱりレンズとカメラ本体ソニーが作ってるからこそできる設定ですよね。最近のカメラではこのズームのスピードを8段階で変えていただくことができます。8段階に変えた時のスピードをちょっと見てください。スピードが速いのっていうのはね、自分の手でもキュッキュッキュッキュ動かすことできるんですけど、ズーム速度1、ゆっくりはね、なかなか手ではできません。フルサイズのカメラ用のレンズになってます。 α7 シリーズにつけてくださいねということなんですけど、 APS-C にもつけてほしいんですよね。 APS-C のカメラにこのフルサイズのレンズをつけた時に 1.5 倍で計算しますんで、 24mm から 52.5mm として使うことが可能です。標準レンズのような使い方ができるんですよね。正直ものすごいレンズが出てきたなと私びっくりしております。もうこれだけ話せばそのレンズの素晴らしいところ分かっていただけたと思います。欲しいなと思っていただいた方、この動画の概要欄のところにリンク先作っておりますんで、こちらから購入の方よろしくお願いいたします。当店の実績になりますんで私すっごい嬉しいです。リンク先から購入していただいた方は当店の方にご連絡ください。ささやかなプレゼントを用意しております。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。ソニーのカメラのことでしたら店頭で片山までお尋ねになってください。 1635G のレンズ当店で購入していただいたお客様いらっしゃるんですけど、店長レビュー用に使ってくださいということでね、お客様にお渡しする前に私使わせていただいております。貸していただいたお客様本当にありがとうございます。今日は以上です。バイバーイ。
店長ね、このレンズ本当に素晴らしい、店頭展示したいレンズなんですよね。今現在ちょっとすみません、このレンズ店頭展示できていません。なぜかというと、この後に 2470GM2 が発売されるんで、あれも高いんですよね、あのレンズも。そのためにちょっとこの 1635G 今現在展示できておりません。前向きにちょっと展示したいなとは思っておりますんで、その夢が叶うように頑張って仕事していきます。